はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですポンド円のテクニカル分析を3分で解説します6月23日までの中間見通しとなりますまずは結論からはい週足ボリンジャーバンド一目金公表上昇トレンド進行中ストーキャスティックス買いシグナルが転倒ということではい週足ベース顕著な推移を予想しております続きまして冷やしです ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストえっ、ー、と一目均衡トレンドが出ておりません。ストーキャスティックスは新たな回収になるが点灯ということで、日足ベースも上目線と考えております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はいまずは、週足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線、21週移動平均線上昇傾向にあります。そんな中、ローソク足だと言いますと、 プラスシグマラインとプラス2シグマラインとプラスシグマラインの間に位置しておりますさらには直近の足下ヒゲがかなり長いので、まあ、上昇圧力が強い状態、はい、週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中ということです、はい、教えたけストキャスティックス回シグナルが点灯ということですはい続きまして週足の一目均衡表です上からローソク足転換線基準線雲の順番典型的な上昇トレンドのパターンということです はい、続きまして、東のボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線、21日移動平均線、上昇傾向にあります、そんな中、ロウソクはしゃといいますと、21日移動平均線の上に位置しております、東のボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中とということです、はい、続きましてススストキャスティックス新たな買いシグナルが点灯ということです。 はい、続きまして、冷やしの一目均衡表です。ローソク足・職務の位置関係からトレンドはあまり出ておりませんが、現在、ローソク足は、えー、とレジスタンスラインの赤いラインの転換線を上抜け。と来中ということです。はい、買い売圧が強い状況、さらには、中直仕様の青いラインの基準線上昇傾向を示しております。はい、こちらも買い売圧が強いということです。はい、それでは、六月二十三日までのサポート・レジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは164円ちょうどレベル、164円ちょうどレベルと、個人的には考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです、はい。シューアシボリンジャーバンド、プラス2シグマラインレベル、167円の93レベル、167円の93レベルと、個人的には考えております。 はい、6月23日までの予想レンジということです。164円ちょうどレベルから167円の球算レベルということです。ポイント、上昇トレンド進行中ということで、はい、週足ボリンジャーバンド、一目均衡表、冷やしのボリンジャーバンド、強い上昇トレンドが進行しております。さらには週足ススス、トキャスティックス日足の、 えーとストーキャスティックスですね、こちらも、えー、と買いシグナルが点灯ということで、はい、6月23日までのポンド円なんですけども、顕著な推移を予想しております本日は以上となります。